皆さんこんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今回は私自店舗スタッフの中地がコンパクト財布を選ぶ上での基準についてお話ししていきます。はい。ポイントは2つございまして、まず1つ目は型崩れがしないというところです、お財布を見た時に中身を入れた状態を想像して、型崩れしそうかな、大丈夫かなっていうのを確認したりしてます。この見るポイントとしてはコインポケットの構造と全体のこうフォルムと最後留め具があるかどうかっていうところなんですけど、この後ちょっとおすすめの商品も紹介するので、その時にご案内できればなと思います。はい。で、2つ目は上品な素材感と色です。なるほど。はい。女性らしさもあるかなっていう点だったりとか、使い込んでも綺麗な雰囲気を保つかなだったりとか、そういった点を意識してます。で、逆にあまり重要視していない点としては、サイズ感なんですけど、今回そのコンパクト財布を探すときに重視する点っていうことなので、もうなんか私の中では2つ折りだったり3つ折りである時点でサイズ感としては小さいかなって思うんです。あんまり小さくしすぎると中身を入れた時にお金とかが窮屈に感じないかなっていうところとかも気になるので、一番は入れた時の綺麗さっていうのを重視しています。なるほど。はい。ということで、そんな私中地がおすすめする商品を2つご紹介させていただきます。お願いします。まず1つ目はじゃん、レンマのマリスコバービーです。これもめちゃくちゃ綺麗なお財布ですね。はい、そうなんです、先ほどのポイント一つ目にあった型崩れのしにくさっていう点なんですけれども、まずこのコインポケットが横向きについているので、こう最終的に閉じた時にこの左右の歪みっていうのが起きにくいです。こう二つ折りに折れてるので、この向きでのこう厚みのズレは起きても、こっちの厚みのズレって私あんまり好きじゃないので、そういった点でコインポケットがこの向きについてるのはすごく綺麗だなと感じます。あとはここがカードポケットになってまして、こっちがコインポケットなんですけど、これが噛み合わさった時にコインポケットの厚みと上のカードポケットの厚みのこのピークがお互い邪魔しないように設計されているので、実際入れた時にここが平行になりやすいです。確かにマリスコのお会計動画とかでも小銭カードお札全部入れた状態でご紹介したりしてましたけど、やっぱりこう結構詰めてしまっても平行に膨らんでくれたりとか、そうなんですよ。ここ付きが少ないのは感じますよね。はい。このぐらいのサイズ感になると、カバン以外にもポケットとかに収納されることも多いと思うんですけど、その際もやっぱ型崩れしにくいっていう点につながるのでいいかなと思います。なるほど。で、最後はこの留め具ですね。やっぱこの留め具があることで二つ折りってこういう歪みっていうのが起きやすいので、ここに負荷がかかってしまってひび割れとか痛みが始まってしまうんですけど、最終的にパチッと止められることで先ほどの歪みが起きにくいので、型崩れを防止してます。で、ポイントの2つ目に上品な素材と色っていうところがあるんですけど、これはメゾンブランドでも使用されているクロームなめしの牛革になりまして、すごい発色が綺麗なのと、実際使っても色の変化っていうのはあまり起きにくいです。なので長く上品に使える素材となってます。細かい型押しが上品ですね。はい、そうなんですよ。傷とかも目立ちにくいので全然気にせず長く使えるなと思ってます。なるほど。はい。2つ目にご紹介させていただくのがこちら、新レザーズのタスカでございます。結構最近販売になったお財布ですね。はい、そうなんです。先ほどのポイントをもう一度おさらいすると、こちらもコインポケットがこういう横向きについてます、はい、これもこう閉じた時に今カード入れてる状態なんですけど、ここがすごく綺麗だなと感じます。確かにこれも結構平行に膨らんでくれるような印象が受けますね。はい、そうなんです、あとここですね、留め具もあるので歪みも起きにくいです。これ
ってお札ポケットの部分ってどうなってるんですか？はい、お札ポケットはこういう感じに開きまして、うん、すごく見やすいですね。確かに、はい、開けた段階でお札が見えたりしないっていうところもね、はい、高いかなと思います。でこのタスカはさらにこの牛革の2枚仕立てで全てこう全部のパーツを仕立てられているので型崩れだけじゃなくてお財布全体の強度も高いのでその点もすごく気に入ってます。でポイント2つ目にある上品な素材感と色っていうところなんですけど、うん、これがあのミネルバボックスっていう牛革になりましてオイルをふんだんに含んでおりあのタンニンなめしなので使っていくとどんどんエイジングが楽しんでいただけます。確かにこれも今めちゃめちゃツヤツヤですもんね、はい、そうなんです。これ実際使った後の状態ですね、うん、でこの上品な脂肪感がこう革らしさがあるのと黒を今回セレクトしたんですけど黒はやっぱ圧倒的な高級感とエレガントさが出るなと思って、うんうん、ちょっとふっくらとした丸みはあるんですけどそこに黒が締め色で入ることですごいバランスの取れた一つになっているなと感じます。なるほど。どうしても経年変化ってこう、うん、使っていった感が出ちゃいやすいっていうところはあると思うんですけど、はいうんうんうん、黒の場合ってすごくこう艶が出ることでより上品な雰囲気にもなる気がしますね、はい、そうなんですよ。あの他の革製品例えばシランケンカーフとか私大好きなんですけど、うん、そういうクロームなめし系のおカバンと一緒に持った時も相性がいいなって感じるのでその辺もすごく気に入ってます、うん、なるほど。はいはい、ということで今回は私中地がコンパクト財布を選ぶ上で、選ぶ基準をご紹介させていただきました。今回ご紹介した、商品の URL は概要欄に貼っておりますのでチェックしてみてください。はい、また私と同じ意見だなっていう方はぜひコメントいただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。